はい、ファッションドリーマーやっていきたいと思います。今回もね、前回に続いてイベントをね、まあ今回はちょっとあれですね、とりあえず2個ぐらい進めれた。あ、あの圧がすごすぎることで有名、ゆうたおばさんですね。じゃあどうしよう、今日ちょっとメンズの服って集まるかな、今回で。いや、集まんない気がするな。そうだよね。でもメンズで行くか、ちょっと集まることを願ってね。なかなかメンズのは落ちてないですからね。仕方だよね。でも、そうだよね。とりあえず、また写真撮ります。よいしょ。今なんだっけ、13か。はい。あ、ほら。1221ね。はい。キャラクターミューズとプレイヤーミューズスタンプ。はい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 。メンズのってもう全部揃ってんのかな。なんか一個ぐらい作って着せてもいいよね、うん、サムネ用に。そうだよね。とりあえずキャラクターね、キャラクター。あ、すごい格好してる、攻めだよね。うん、あ、すごい格好してる。どうしよう、これもらっとこうか。はい、いいねする。はい、あ、すごいギャルだ。こんにちは。ギャルだよね、ギャル。プレイヤーミューズにスタンプ送るだから、よし、はい、ギャルということで、誰やろうか。ルルル。ルルルさん6でしょ。友達紹介してほしいからね、そろそろね。そうだよね。友達。あ、この人じゃない。あ、すごい格好してる。ギャルだね。緑系の色がおしゃれなコーデ。死んだんじゃない？緑系の色がしかもおしゃれでしょ。え、さっきもらったやつ緑なんだけど。そういうこと？てか前回ね、おばさんにワンチャンと思って緑系のね、やつもらったの、ほら。どう？え、ありじゃない？どう？いや？いいみたい。うん。合ってる合ってる。なんか強そう。なんだろう。あの敵キャラって感じ？戦隊物の敵キャラの女だよね。うん。いいと思う。よし。あ、緑もらいました。え、当てつけ？当てつけでしょ。こんにちは。うわ、この子どうだっけ？こんにちは。あ、待って、上にさ、びっくりマーク出てる子いる。はい、こんにちはって。誰だっけこの子。あ、ミンミ、久しぶりだね。だいぶ久々よ。何？それに合わせてこうでしてねって。あー、もうずいぶん地味ね。いや、そんなことはないのよ。あ、かわいい。いいじゃない、いいじゃない。落ち着いていこう。ね。さっきの人ちょっと派手派手だったから、派手かな。緑妖怪では派手じゃない、でも。この人ちょっと落ち着いていこう。そうだな。多いな。あ、意外と、意外とありかもね。私こっちの方が好きだけど、
この子ちょっと可愛い系だからこっちにするわ。可愛い系だから。どうする？ちょっと足出す？あえて出して。でも寒いの暑いのって感じよね。こっち？これはないな。でもギャルは違うよね。ギャルは絶対違うと思うから。これね、ちょっと最近私お気に入り。可愛くない？これ可愛いよね。こんなもんかな。可愛い。で、まあ、これかな。もういいじゃない。友達紹介してよ。してくれたのかな、わかんないけどね。よし。ということで、あとはね、ここですよ。ちょっと、固まるよね。よし。これあれかな、またなんか多分ね、本来送りたかったのとね、多分違うのが来てしまってるかもしれない。なんだろうね、このね、仕様ね。でもさっき一瞬ね、すごい名前が映ったから、なんか、来たかなと思ったんだけど、なんかあれだね、やっぱ難しいのかな、その、送るの。そんなことないよね、でもね。でもそうなのかもしれない。この辺ちょっとあれよね。なんかそう、なんとかしてほしいよね。本当に。本来送りたいミューズと違うものが届いてしまうっていう現象だけちょっと早くね、直してほしいよね。うわぁ、ありだなぁ。ありだよね。可愛いかどうかと言われたらわかんないよ。可愛い系ではないかもしれないけど、あり系じゃない？ちょっと。これはない。スニーカーだな。韓流だよね。完全に韓流って言い方古いよね。なんて言えばいいの？なんて言えばいいの？でもそっち系だよね。そっち系って言い方良くないよね。わかんない。何が正解なんだろう。でもそっち系だよね。いいと思う。うん。あ、いいじゃない、いいじゃない。ちょっとメガネとかしたら余計っぽくなるんじゃない？アップ。あ、そうそう、これ、あ、いいじゃない。いいじゃない。耳はね、そうだね。あ、ぽい。ぽいね。ぽいのが出来上がりました。だいぶぽくない？よい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 。どうな、な、何がいけないんだろうな。私の方がいけないのかな。そう、届かないのは。ちょっと懲りずに送ってきてほしい。でもなんかね、さっきね、一緒にいた気がしたんだけどね。あ、ほら、これでしょ。多分ね、スタンプを送れてるんだよ。でもね、これは届いてないんだよね。不思議だよね。何なんだろう。よし。そう、男の子ね。これなんかね、好きにやっていいって言われたんだよ。ピンクとか、あれして、好きにやっていいって言われたんでね、ちょっと、どうしようかな。ここで行こうかな。何これ？え？これ私のブランド？本当に。もう作ったことすら覚えてないんだけど、そんなの私作りました？結構絶望的。男の子でしょ？やっぱこういうのじゃない？やっぱ革命的だと思うんだけど、私男の子っていう概念。ね。絶対これ。かわいい。で、そうだね。見えないから、これでもいいけど、
あ、でもそっか。これだと足何がいいんだろう、これ。ちょっと弱い。ちょっと弱いか。これじゃない？いいね。なんか透け感だよね。腕も透けてるしね。足もほら、ちょっとクリアな感じでね。あ、良い良い良い。あ、良いじゃない。ね、良いじゃない。男の子ですからね。ちょっと見えるのがいいよね、でもね。せっかくなら。クマちょっとあれか。ちょっと、あ、こっちぐらいの方が、かわいいね。うわぁ、どうしよう。でもあとなんか、メガネはちょっといらないか。そうだよね。なんか羽織ってもいいんだけどね。このシルエットがかわいいから、この、何これ。これ、この、デニム、ティアード、ジャンパースカート。これ、シルエットがやっぱいいから、シルエット潰したくないから、変なものは着ない方が絶対にいいと思う。あとは、強いて言えば足を出すか出さないかっていう、問題。いや、出した方がいいな。出した方がいいと思う。変にこういうのつけた。あ、違うよね。絶対違うよね。これかな。地味？でもさ、夏っぽいコーデがしたいのよ、私は。やっぱり、人々にするときは。やっぱ季節的にね。梅雨でしょ？梅雨入りしたでしょ？だから、ね。これでいこうかな。え、ほんとあのね、もう何回でも送ってきてほしい。ほんとに。よし。やっぱ一番の問題はあれだよね。届かない問題だよね、やっぱね。さあ、この、独特なパンツをもらったので。俺の服もでもさ、一回はもらってるもんね。そうだよね。うわ、3回になってる。やっぱこれ終わったら終わりだな、ちょっと今回はな。撮った画像どっか行きました。あったあったあった。キャラクターミューズの着ているアイテムをいいねする。はいはいはい。ほな一回場所変わりましょうか。ね、どこ行きます？プレイヤーミューズにスタンプを送る。あら、すごい。スタンプ送ろう。ちょっと私見に行こうかな。そうだよね。どうしたの？不思議だね。不思議だね。もらっとくね。はい。で、その髪型本当に欲しいんだけどさ、ねえ。全然ちょっと無理なんだけどっていう。あ、ちょっと待って、すごい青色。これかな。でもこの人ルカットしたい。でもできるかな。青でチェックでジャケットでかっこいい。うわー、どうしよう。でもやってみる？これちょっと冒険だよね。あ、でも青好きなんだろうなってのはわかるよね。体からも青がやっぱ発生しているっていうところが。ジャケット、青のジャケットって私持って、持ってないっけ？じゃあカテゴリー順にして、青のジャケットあったと思うんだよね。青のジャケット。ジャケットでしょ？どう見たって紫なんだけど、青と紫って紙一重じゃない？ね、紙一重だよね。で、何？かっこいい系だよね。
こよくてチェックでしょ。ちょっと今脳裏に浮かんだのは最悪なんだけど、全部ホログラムにしようかなと思ったけど、それはちょっとやりすぎよね。チェックか、チェック、これチェック、チェック。チェックだけどちょっと不気味だもんね。不気味なチェックって嫌じゃない？あ、ねえ、やめよう。良さ消える。うん、いや、ここはレザーじゃない？かっこいいだから。これさ、チェック捨てかもしれない。うん、チェックを入れるとね、ちょっと可愛くかっこよくできない。そうだね、あの、まともな青が一個も入ってない件についてだよね。そうだよね。よくないよね。これって青ですか？え、青？これ入れ、これ青だよね。水色ってもはや青だもんね。え？え？って。あ、でもほら。どう？かっこよくはあるよね。ヒールで踏みつぶしてやるわよ、みたいな。いいんじゃない？色の相性バッチリだって。ホラー。ホラーじゃないよね。横の子すごくない？シンプルイズベストじゃない？なんか今すごい、今いっぱい届いた、今もしかして。届いてる。また、普通のが届いてる。届かないね、普通じゃないの。何が起きてるかって言えば、生配信上ではね、届くんですよ。だからその、ミューズをね、コロコロ変えても、動画でこう撮ってると本当に届かないんだよね。困りものでしょ？そうなのよ。本当にね、困りものだと思う。黒で、でも季節感大事にしたいから。うわ、やからだね。マイブランドにするとどうしてもやからになっちゃうんだけど。ダサいね。ごめんなさい。ダサいです。そっか、マイブランドにまともなメンズ用の下半身がないんだ。あー、なるほどね。作んないとな。今ね、ちょっと作るのサボってるの。その自慢げに言うことじゃないんだけど。いや、なんか、もうちょっと、ポイントがね、めちゃくちゃ溜まってからでもいいのかなと思って。そうそうそう。かわいいって言うてんのに、あの、やからを作っているっていう、ね、現象ね。本当に良くないと思う。まあでもほら、やからもね。やからも見る人が見たら可愛いかもしれないからね。うん。結構好きよ、やから。ちょっとね、大丈夫かな。この子は、どんな感じですか？緑、なんでもなんでもシンプル。シンプルって感じだよね、でもね。この髪型さ、個人的にはしたいの。でも、あの、ちっちゃいゆうたちゃんが似合うっちゃ似合うんだけど、なんか難しいのよね。うん、いやね、緑でシンプルだよね。シンプルな緑か。可愛いけどシンプルではないよね。絶対に。ほな、これか。出てもあ、これじゃない？シンプルだよ。季節感はないけど、見て、フードが可愛い。これです。フードが可愛いんで、これにします。大事だよね。フードの可愛さ。え、ギャルじゃない？
これ入れるだけでだいぶギャルじゃない？でもこっちの方がいいのかな、シンプルだから。これシンプルすぎてでもちょっとダサいよね。いや、これギャルでいきましょう。ギャルでいきます。あの黄色か、まあいっか。あ、でもか、靴だけおかしいな。靴だけ浮いちゃってるな。くそ。くそじゃない。お、あー、仲良くなったの？ごめんなさい。間違えて B 押しちゃった。はい。フォローされました。あ、でもこれで終わりました？てる。じゃあちょっとメンズのあれを作りましょうね。ちょっと今から作りましょう。次にガチャも見ましょう。ここのガチャって見てないよね。そうだよね。あ、すごい、待って、ちょうど目の前なんだけどガチャ。え、何その T シャツ。え？ここ別にすげえ欲しいのあるかって言われたら、でも回してもいいか。いけーっと、どうせ20回しか回す、2回しか回せないですから。金出ないね。そうだね、出ないね。さ、まあ、こんなことは忘れてですよ。アイテムクリエイトね。動画でアイテムクリエイト開くのって、どうなの ?158 レベルだって今。170ぐらいまではね、上げたいなって思ってて、できるなら一気にね。今すぐには無理かなと思って。あ、1個ずつはあるね。こっちなんか2個あるしね。作ります。よし。うわ、やだ、何、ちょっと待ってよダメダメ、結構むずいなと思ってて。ここが、これなんか柄入ってんだ一応。あー微妙いな。真っ黒にしちゃうと分かんないからな、柄が。もったいないよね。ってなったら、そこの、このラインを白にして、ここか。これは何や、はあ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 、これやな。どうでしょういいのか、これで、これでいいのか。まあでも黒を作りたいですからね。なんかこのかぼちゃパンツみたいになって難しいよね。でも どうしたってね、やっぱね、見えないです。これでいいや。全体の色でしょ。黒にします。黒にします。で、ここは白にします。ボタンか。ボタンな。で、装飾ね。白の方がいいのか、多分装飾は。で、これはこうやな。こんな感じでどうですか、地味ですか。まあでも、
やっぱ黒系男子なんで、はい、レベルアップで、その流れで耳は男女共用でしょ。だったらこれの黒を作っとこう。次回はガールズのね、これを作りたいと思ってるので、その服ね、その時に、まあ、再利用というか、はい地味待って思った、これメンズって足って何、どうなってるの、靴ってあった、これですか、ノートランクス、これかな、違うのかな、わかんない、靴わかんない、メンズ靴どうしたらいいの、メンズ靴なし、そんな意地悪なことある、おー、なんか似合いそうな靴作っとくか、メンズでしょ、これってメンズ鍵ね、めっちゃ溜まってきてるから全然あの開けることに躊躇はないんだけど、どれがメンズかよくわからないっていう、今あるやつで我慢するか、そうやなそうやなって、うん、ではでは、どうしようかな、とりあえず、あそこ行こう、あそこ。ダメじゃん。今回行ってないじゃん。ポップアップエリアだよねって。うわ、黒ある。黒あるやん。そうね。でも、私の好みではないかな。そうね。やっぱりこう見るとメンズのやつはないわね。そうね。あ、これ？これかわいい。もらっとこう。え、このさ、これ、売ってるよね。よく見かけるけど、これ。ということでですね、今回はこの辺で終わりまして、次回最後までやりつつって感じでいきたいと思います。ということで、何で写真撮ろうかなというところ、これで終わりたいと思います、バイバイ。